冒頭私から3件あります。本日の閣議において吉野彰旭化成株式会社名誉フェローのノーベル化学賞受賞について報告しました。今回の受賞は日本人研究者が高い研究水準を有することを改めて世界に示すものであるとともに、国民にとって大きな誇りと励みになるものです。私としては国民を代表して心からお祝いを申し上げるとともに、これまでの吉野先生の素晴らしい研究業績に敬意を表します。なお今回の受賞理由となったリチウムイオン電池の開発によって携帯電話やノートパソコンなどのモバイル機器の普及につながったと承知しており、基礎研究の成果が社会的な課題の解決や新産業の創出につながった代表例と高く評価をしております。一方で教育現場ではこれから ICT 機器の利活用の状況は世界から大きく後塵を拝しており、日本人の素晴らしい研究成果の恩恵を子どもたちが受けれるように、学校の ICT 環境の整備促進も重要と考えております。文科省としては引き続き若手研究者の育成や多様で独創的な研究への支援、産官学連携によるオープンイノベーションの推進など研究の進行を図っていく所存です。強い勢力を持った台風19号が接近し、明日と明後日にかけて大荒れの天気になるという予報が気象庁から出ております。台風19号に備え文科省では10月8日に災害情報連絡室を立ち上げ、迅速に情報収集する体制を整えるとともに、台風15号での経験から得られた教訓も生かし、台風に備えて事前に準備が必要な対策について10月9日付で各都道府県の教育委員会に周知をしております。台風の影響が見込まれる地域の学校設置者におかれましては、子どもたちの安全確保に万全を期すようお願いいたします。また被害が発生した場合には二次災害の防止のための措置を適切に行うようにお願いしたいと思います。10月15日の火曜日、亀岡副大臣および佐々木大臣政務官を神戸市の教育委員会に派遣をし、今般報道されている神戸市立の公立小学校における複数の教師による暴力行為等について神戸市教育委員会教育長等から報告を求めることを予定しております。神戸市教育委員会から本事案の状況の聞き取りをしっかり行い、児童への心のケアも含めて児童への教育に支障が生じることがないように必要な指導助言を行ってまいりたいと思います。私からは以上です。幹事社の TBS テレビの松尾と申します。ノーベル賞なんですけれども、2年連続で日本人の方が受賞するという快挙になりましたが、改めて所感をお願いいたします。はい。ご指摘の通り、吉野先生の受賞によりまして、21世紀以降我が国の自然科学系3分野のノーベル賞受賞者は18人となり、米国について世界第2です。これは科学技術こそ我が国の発展の基礎であると定め、長きにわたって国を挙げて基礎研究から応用研究に至るまで人材育成、研究環境の整備、研究費の助成など幅広い科学技術、学術政策に強力に推進してきた成果の賜物であると考えています。文科省としては引き続き科学技術基本計画や今年4月に取りまとめた研究、人材資金、環境改革を大学改革と一体的に実行する研究力向上改革2019に基づく支援等に取り組んでまいります。また今回の吉野先生は民間の旭化成という企業の中で研究を続けられてまいりました。今私が申し上げたのは国として研究所や大学への支援がもっぱらなんですけれども、民間の優良な企業の研究などのしやすい環境づくりというのも、さまざまな支援というのが今後必要になってくるんじゃないかと思います。こんなこともぜひ参考にしながらですね、後に続く人たちをしっかり育てていきたいな、そんなふうに思っています。質問される場合は社名と名前をお願いいたします。各社さんどうぞ。 NHK の金沢です。15日のですね、訪問の件で亀岡副大臣と佐々木先輩の訪問の件ですが、教師同士のいじめが、発覚しているということで、大臣 の、 現状ある情報の中での受け止めをお願いします。児童に対して、いじめは絶対に許されないことを指導する立場であるにもかかわらず複数で暴力行為を繰り返していたということは、児童を預かる教師として、言語道断であり極めて遺憾だというふうに思っています。神戸の教育委員会ではまず児童生徒の心のケアなど適正な教育環境の確保に万全を期すことと ともにですね、このようなことが二度と起こらないように徹底した事実関係の確認、効果的な再発防止策の検討、
懲戒処分を含めた関係者の厳正な対処をしていただき、信頼の回復に努めてもらいたいと思います。まあ、まずは副大臣専務官に現場に行っていただいて、事実関係をしっかり確認をしていきたいと思います。日刊工業新聞の富井と申しますけど、ノーベル賞の関連でですね、吉野氏がですね、会見で、若手支援の重要性を言っていて、その中で、吉野基金というお話が出て、自由に使えるお金が重要であるというお話がありました。それに対して、どうお考えであるかというと、文科省の取り組みに教えてください。我が国が成長を続け、新たな価値を生み出していくためには、科学技術のイノベーションを担う独創性豊かな若手研究者の育成確保は極めて重要です。吉野基金はですね、吉野先生の寄付をもとに、日本科学会が若手研究者の研究助成を行っているものと承知しており、若手研究者の自律的な研究活動を支援する大変貴重な取り組みであると考えています。文科省としては、例えばですね、優秀な若手研究者が安定かつ自立したポストについて研究できる環境を実現できる卓越研究員事業や、国立大学における人事給与マネジメント改革の推進により、若手研究者のポストの確保を図るとともに、科研費について、科研費若手支援プランの実行を通じ、研究者のキャリア形成に応じた支援の強化を図っており、引き続きこれらの取り組みをしっかりと進め、我が国の将来を担う若手研究者の育成確保に努めてまいりたいと思っております。どうぞ。朝日新聞の方田です。ノーベル賞に関して、今後リチウムイオン電池や次世代電池について支援を強化するような考えはありますか。また、そのリーダーとして吉野さんを起用する考えはありますか。リチウムイオン蓄電池はですね、携帯電話などの身近な機器から、小惑星探査機はやぶさ2でも使っています。幅広く使用されているほか、再生可能エネルギーや電気自動車の普及を支えており、極めて重要なエネルギーデバイスだと認識しています。今後さらなる再生可能エネルギーの普及拡大が見込まれる中、リチウムイオン蓄電池に加えて、従来性能を大幅に上回る次世代蓄電池が必要だと思っています。このため文科省においては、大容量化低コスト化を実現する新しい蓄電池の研究開発にすでに取り組んでおりまして、本年度中に総合科学技術イノベーション会議において策定予定の革新的環境イノベーション戦略も踏まえながら、引き続きしっかりと研究開発を推進してまいります。吉野先生にどういうお立場でお手伝いいただくかは、吉野先生のお考えもあると思うので、今後またいろいろお話をしながら、もちろん大変な知見を持っていらっしゃる研究所ですから、国全体のですね、さまざまなご指導もいただきたい、個人的にはそう思います。大臣、お時間ございます。残り1問にさせていただきます。どうぞ。テレビ朝日の青木です。来週から靖国神社の秋の例大祭が始まりますけれども、大臣は今のところ参拝されるご予定はありますでしょうか。予定はございません。私は参拝されないということで、適切に判断します。ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございます。